読売ジャイアンツ対読売ジャイアンツのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはジャイアンツの先発山本。小宮山さん、大事な立ち上がりを迎えるわけですが、小宮山さんは現役時代、立ち上がりは特にどのようなことを考えられてピッチングされてましたか？とりあえずボールをしっかり狙ったところにコントロールできるかどうかっていうところが大事でしたね。はい、そのあたり注目。打ちました。バッターは2番に入っている吉田。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、2球目は何で来るか。入りました。インコース落としました。これが4球目、胸元へ持ってきました。ストライクです。2ストライク2ボールと追い込んでいます。インハイ際どいコース、フルカウントです。次が6球目、バッターボックスは3番丸。ツーアウトになっています。さあまず1球目、初球ボール、インサイド落ちました。センターに強い打球。さあこれからジャイアンツが守備につきます。バッターは亀井、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球打ち、高く上がった。さあそして打席には長谷川が入ります。さあ得点圏には先制のランナーを置いています。まあやはり先制することは大事なんで先手を取りたい。打ちました。さあそしてバッターボックスには坂本が入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。まあこの先制のチャンスをしっかりとものにして攻撃を終えたいですね。なるほど、そうですよね。今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほど、そうですね。インサイド落ちました。強い打球。低め、これは外れた。打ちました。伸びていく。どうだ。入れば先制。いや、インサイドに。ついに最終回を迎えました。追いかけるジャイアンツの攻撃、バッターボックスは4番柳田。ジャイアンツリードで迎えます。バッターさてバッターボックスの森、どういうバッターなんでしょうか？いや、いいバッターですよ。難しいボールでも長打にできる楽しいバッターですね。ああ、そうですか。いいまっすぐですね。はい、低めストレート、空振りでストライク。152キロ、いいボールですね。インローのストレート、力のあるボールです。ワンボールツーストライクです。インサイド落ちました。バッターボックスには指名打者の堂林。ツーアウトになっています。打ちました。いい打球だ。レフトに強い打球。さあそしてバッターボックスにはロペスが入っています。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。まあこのピンチを切り抜ければ勝利が待っているわけですから。ピッチャー一塁、最後はライナー掴んでアウト。これで3アウト。